ですね、まあ僕はゲームデザイナーなので、できないことをいかに、まあ、ある種嘘をついて、その壁を越えるかっていうのが僕のゲームスタイルだったんですけど、ゲームデザインのスタイルだったんですけども、今潮流は欧米の潮流はそうじゃなくて、その壁を越えるのに、テクノロジーを作ってからその上にゲームデザインを構築するっていう、その潮流があるので、今回ライジングに関しては何でも切れたらいいよねっていう発想から、まずそれを本当にできるかどうかの実験をして、その技術ができてからゲームデザインを載せたと、そういう今風の作り方をしてます。アドベンチャーはですね、非常に僕大好きで、作りたいんですけども、まあ、そんなにこうヒットはしないんですよ、悲しいかな。でもっと多くのユーザーがいるところにやっぱり僕は向かわないと今はいけないと思ってますので、どうしても優先が低くなって、やっぱりそのメタルギアとか、次の新しい、アクションの、まあ、ゲームとかそっちの方向に、まあ、優先度が高いので、どうしてもアドベンチャーは、ちょっとこうなかなか見送りと、そういう結果になってますね。もうちょっと悲しいんですけど、作りたいんですよね。僕もスタッフも、まあ、ユーザーも望んでいるんですけども、今僕がゲームデザインをしてディレクションをするゲームっていうのは、まあ雑誌でも言いましたけど、メタルギアソリッド5か、今までにない全く新しいオリジナルのゲームかのどちらかです。でそれが終わった後にもしかしたらゾーイ3が、作るかもしれません。で今のところまだその順番が変わって、後ろにゾーイ3は後ろに回ってしまいました。ルナナイツも僕隊なんですけども、僕隊は日本語で言うと僕らの隊をなんですかね。でその僕隊で海外展開をしてましたけど、なかなか満足いく結果が出なかったので、ルナナイツに関しては海外版だけ海外に適したタイトルとキャラクターとかを変更して作ったものです。だからまあ中心というか、肝の部分は僕隊とほとんど変わらないです。そうですね、カメラがついてますので、キネクトもムーブもユーザーの表情を読んだりとか、いろいろ動作を読んだりとかできますので、それを使って何か新しいことをしたいと思ってます。